片倉義文、片倉義文。アットマーク片倉う。台湾在住作家。武蔵野大学客員教授。台湾を学ぶ会代表。執筆、撮影、講演活動をしています。2019年は54回の講演をこなしました。著作に、台北歴史建築探訪、台湾に生きている日本、旅の笹し会話とばり、台湾旅人地図とばりなど、ガイドックも多数手掛けました。台湾在住へ20年を超えました。台湾、鉄道、プロレス、特捜最前線が好き。朝の朝と山。早朝に3時間の鳥散歩。朝の朝と山。早朝に3時間の鳥散歩。朝の朝と山。早朝に3時間の鳥散歩。